2017年度第63回大会開催会場の仙台銀行ホール泉 T21 のエントランス全国高等学校演劇大会は毎年7月下旬から8月上旬に開催される全国高等学校総合文化祭の演劇部門を兼ねた高校演劇の全国大会である主催は文化庁全国高等学校演劇協議会 1> 第1回は1955年に東京の一橋高堂で行われ、参加校は東京都立芝商業高校と東京都立忍ヶ丘高校のわずか2校であった。1965年の第11回大会から審査方式による大会に変更され、東京都立杉並高校が最優秀賞を、福岡県立加保東高校が優秀賞を受賞。 1977年以降からは、全国高等学校総合文化祭の一部門となり、現在に至っている。全国高等学校演劇大会を目指す高校は、まず、都道府県を数地区に分割して行われる地区大会に参加することになる。ここで優秀な上演を収め、上位大会推薦校となると、都道府県大会に駒を進められる。 都道府県大会においても同様に推薦校が選出され全国を9つに分けたブロック大会への出場権が得られる。上期各ブロック大会における全国大会推薦校計10校に加え全国大会開催権から1校持ち回り枠1校を合わせた計12校が全国大会へ出場する。なお、全国大会は上述のように 次年度の7月下旬から8月上旬にかけて開催される。そのため、他の体育競技や文化部大会とは異なり、ブロック大会に出場した3年生は必然的に全国大会には出場できないことになる。全国大会では、プロの演劇人や高校演劇関係者を含む7人の審査員による審査が行われ、最優秀賞1校、優秀賞3校、 内木文秀賞1校、創作脚本賞1本、舞台美術賞1作品がそれぞれ与えられる。なお、最優秀校、優秀校の4校は、国立劇場で行われる優秀校公演に出演することになり、最優秀校の作品は、毎年9月に NHK 青春舞台においてテレビ放送される。全国大会における上演規則は以下の通りである。 なお、ブロック、都道府県、地区大会など、全国大会の下部大会においても若干の際は、あるが、すべて同じ規則が適用される。なお、脚本については、規制脚本、創作脚本いずれともの使用が認められている。創作脚本は一人の生徒が書いたもの、演劇部員がアイディアを出し合ったもの、顧問の教員や外部コーチが書いたものなどすべてが認められている。 最優秀小受賞回数。関東14回。東北12回。北海道八回、中部日本6回。四国5回。九州5回。近畿4回。中国2回。最優秀小受賞回数。北海道八回、青森7回。東京5回。福島3回。千葉3回。愛知3回。岐阜3回。山形2回。神奈川2回。大阪2回。香川2回。 愛媛2回、福岡2回、鹿児島2回1回多数最優秀賞、未受賞都道府県、岩手、秋田、宮城、新潟、長野、茨城、山梨、富山、石川、福井、富江、滋賀、奈良、和歌山、岡山、鳥取、島根、高知、佐賀、長崎、熊本、宮崎、沖縄。最多最優秀賞。 3回連続最優秀賞、2大会連続最優秀、創作脚本、舞台美術三冠、1回上記の全国大会とは別に、3月中旬に、春季全国高等学校演劇研究大会が開催されている。フェスティバル、春、フェスとも呼ばれている。各ブロック大会の自転校が推薦され、開催権枠を含めた軽熟校が出場する。 2005年度に試行大会が開催され、2006年度、第1回大会より継続して開催されている。特徴としては、審査が行われず、生徒同士の感激を通して、演劇の研究をすることにある。その他の出場者や高校演劇出身者は、高校演劇を参照 AB 全国大会の、歩み全国高等学校演劇協議会。 AB 全国高等学校演劇協議会規約を元に作成。第41回総合文化祭演劇部門プログラムより作成。北海道代表鹿追高校全国大会出場自体について第12回春季全国大会はフェスティバル2018と呼ばれる。横浜市など参加校数が多いために地区大会へ駒を進めるための市大会を開催している地区もある。 地区大会での上演に至った学校の数であり、上演することができなかった学校を含む加盟校数とは異なる。北海道のみ、都道府県大会とブロック大会が同一であり、全道大会と称される。関東ブロックは、北大会、南大会と2つの大会に分けて開催される。全国大会推薦枠も各1校ずつある。最大加盟校数を要するブロックには、 推薦枠が1個を追加されるため、2018年現在、関東ブロックからは、全国大会に3個を推薦される。9ブロックのうち、1つのブロックの推薦枠が1個を追加される。追加されるブロックは1年ごとに持ち回りである。高校演劇の模範となる作品に対して、与えられる賞であり、第59回大会より設立された。最初の受賞校は、 桜青州高校。国立劇場の優秀高校園では審査は行われないため、全国大会が名実ともに高校演劇の日本一を決める大会である。なお、北海道ブロックにおいては、顧問の教員がキャストとして出演することが認められている。ありがとうございます。